んにちは、ハイジーです。というわけで今回もハイジーライブ勝手すぎる発表会の方が無事に終わりまして、今回も満員御礼ありがとうございました。そして今回もたくさんの差し入れをいただきました。それがこちらでございます。ディディーン。いや、なんという差し入れの量でございましょうか。本当に幸せをかみしめながら持ち帰らせていただきました。今から一気に開封していきたいんですけれども、一応最初に生ものであったり賞味期限がすぐのものに関しましては、すでに開封して先に食べてしまっていることだけはご了承くださいませ。まずはこちらから、テリーン。入っていますのはシトラス&ペパーミントの香りのシャンプー、キウイ&スペアミントの香りのヘアトリートメント、セレブ感出ちゃうやつだ。お手紙も入っておりまして、ハイジー様、ちょっと早いですけどハッピーバースデー、ありがとうございます。誕生日を迎えるあなたへ診断書、お祝いカードのみならず診断書の体もなしている、カードでございますが、目が子犬のように潤んでいるとか、頭キレッキレとか、口はトークが面白い、笑顔がいい、いろんなこと言ってくれてるんですけれども、何これ、何勝手に足してんの、顎を。で、初めから書かれてることに関しては結構いいこと書いてあるかなと思ったら、足の部分で逃げ足が速いって何なのよ。別にそんなことないけども、ありがとうございます。こちら、なんかいっぱい入ってる感じでございますが、まずこちらは何これ、どういうことかな、このふざけた表情の、これどういうことかな。色違いでもう一個入ってるって、うん、どういうことかな。何この三兄弟は。バナナは何これ、なんかチャックがついてますけれども、バナナにはで、何よこれ、いっぱい入ってて全部それだわ。キャンディーとして舐めんの、気悪いよ。ほんと毎回感心します。皆さんよく見つけてきますよね、こういうのね。まだあったんかい、もう勘弁だよマジで。何これ、何、一回間違えた感じになってハイジって書き直してんのよ。いろいろなところで見つけた縁起のいい、うんうんと、ハイジを送りますじゃないよ。うまいこと言ったね。確かにこう聞くといい感じの言葉に聞こえてきますけれども、やってることこれだからね。で、これは何、こだな、いいよ、その匂いの元なの、これは。なんでこんなのが売られてんのよ。で、なんで見つけんのよ。で、なんで買ってんのよ。で、なんでくれるのよ。究極の罰って書いてあるんですけども、どうしましょう、これ。これは何なの？急にお掃除グッズ。お掃除グッズがなんかちょこちょこ入ってる。お掃除グッズだ。このなんか持つとこ長い短い使い分けてるお掃除グッズなんですけれども、で、これなんか触り心地なんかもうブニブニしてる。勘弁して。まだありますね。なんでスプーン入ってんのよ。何食べんのよ、僕これで。なかったよ、食べるものにカウントできるものは。本当にまともなもの入っててほしいんだけど、抗菌黒耳かき、ありがとう。ただなんかこの流れで来ると、もう耳かきのここの先っちょの部分が顎みたいとか、そういうことを言ってんのかなっていう気にもなってくるようなノリでございますが、最後多分これ一つでございますが、こちらは手軽に使える便利ツール、ミニバール。なんで、なんでバール入ってんの。これもか、こういうことですね。ありがとうございます。こちらでございますが、こちらは草加丸山のおせんべい、おいしそう、こういうの大好きでございます。で、袋の後ろにこの方が応援されているミュージシャンの方の CD が入っているそうでございまして、カバーなので弾きやすいということなんですけれども、林部聡さんの語り部という CD でございまして、僕が知ってる曲もいっぱい入ってます。糸とかも入ってんじゃないですか、いいですね。ちなみにこの方は横顔をこうやって見せて顎出てないことをアピールしておりますが、それ僕に対して何かのメッセージがあるっていう意図はないですよね。ありがとうございます。こちら、あー待って、すごい、いきなりミニオンズのメモ帳とミニオンズのクレヨン、娘喜んじゃうやつだ。こちらはなんかすごい可愛らしいハンカチ、お散歩トートバッグ、そして大きい箱も入っておりまして、くださった方の名刺も貼られておりまして、セブンイレブンで働かれている方なんですね。すごい、見てくれてるんだ。箱の中にはすごい美味しそうなクッキー、黒ごまバージョンのクッキーもあります。ガストしゃぶ用グルメクーポン、カーディガン、エアリズムのカーディガンだ、ユニクロさんの。うわ、
すごいこれ。これもユニクロのキースヘイングのトレーナースウェット、すごいやつ、ありがとうございます。続いてこちら、これはちょっとクールバス、バスソルト、カラフル、めちゃくちゃいい。基本的に涼しげて夏場助かる。そしてだからいいのよ、今回の会場のネキトロフトさんのフリーペーパーいいのよ、僕もらえるやつだから自分でも。ほんでだからもうお約束いいから、このビンゴカード外れたやつを全部開けてんのかと思ったら、ここ一列だけ開けてないっていうやつとか、今回のチケットの半券とかも自分の思い出に持って帰ってもらって大丈夫ですから。なんでライブ終わった瞬間に入れちゃうのよここに。まあ、ありがとうございます。こちら塩レモンおかき、ラッキー明太マヨ、ラッキーマヨカレー、そしてモナカと7種の野菜スープ、これをお湯で溶いたらそれになるんですって。面白そう、ありがとうございます。こちら名古屋んという和菓子5個入りですね。そしてこちらシルコサンドだ。で、あ、出ました、ピーヤング焼きそばじゃないよ、激辛春雨エンド。そして同じ袋からミンティアで調整しながら食べてねってことでしょうか、気遣い。そしてそれらを買ったビレ版のレシートは入れなくていいから別に。そしてタウンワーク入ってます。人と接するのが魅力の仕事ということで、なんかそれを顎が喋ってる感じで吹き出しつけてくれておりますが、最近彼氏のひげがとっても青くブツブツで気持ち悪くて困ってます、どう対処したらいいのですか、特に顎らへんじゃないよ、こっちはまだ現役で気持ち悪いから、一緒に探していきましょう、ありがとうございます。こちら岡山県のお土産のきびだんごですね、ありがとうございます。こちらは戦国ゴンベイという漫画のパンフレットなんですね。で、あ、これは戦国ゴンベイって、僕すみません読んだことがなかったんですけれども、これは戦国ゴンベイのキャラクターとかなのかな、なんで同じ紙がこんなにいっぱい入ってる。で、小田原城天守閣のパンフレットが同じもの2枚入ってますが、なんでいろんなパンフレットをこんなに入れてくれてるんでしょうか、歴史的なやつで。これは何、ハイジ吉本に笑いを取り戻してって書いておりますが、そちらの方はちょっと今バタバタしてしまって申し訳ないんですけれども、で、それで入ってんのがなぜかこれ、どういうこと、ありがとうございます。こちらまずはこちらで、いきなり B のうま塩胡椒味なんですけれども、いじってきてますよね私のことを。グリーンカレーなんですけれども、食材の中のこの感じのやつとかでいじってきてますよね。銀座カリー、これは純粋かもしれません、これ純粋のやつだ、じゃあ順番間違えたやつだ、ごめんなさいね、そこはごめんなさいね。納豆汁、あ、すごい、そうじゃん、カズチーというカズノコチーズ、アンパンマン一口ビスケット、そして白桃ムースプリン、めちゃめちゃちゃんとした差し入れ、あ、前半も食べれるちゃんとした差し入れでございますが、おいじりのない差し入れでございました、ありがとうございます。こちら夫婦でお越しいただいた方なんですけれども、いきなり顎爆発最高って書いてありますけれども、爆発してるわけじゃありませんからね顎が。そして中には三島のコロッケせんべい、おいしそう、うわ来ました、うなぎパイ大好き、絶対おいしいじゃん、一元エビそばのカップ麺、バターチキン、カレーのバターチキン、おいしい、大好きバターチキンのやつと、なん最後にいじってきました、なんただ無印でこんなのあったの知らなかった、ありがとうございます。動画に元気をもらってますって書いてありますけれども、こういうのにこっちも元気もらってます、本当にこういうコメントで続けられております、ありがとうございます。こちら牛ヶ崎コロッケのポテトチップス、龍ヶ崎コロッケ美味しいんだよね、そのうち動画出しますけども、ほんと美味しいから、麻婆豆腐のまんま、そしてこの袋の中には服が入っております、ありがとうございます。みんな本当にありがとう、あ、待って、これもしかして佐久間さんが言ってためちゃくちゃ履き心地のいいというファッションセンター島村の捨ててこだ、うわ嬉しい、やった、ありがとうございます、
一回その部分見えちゃったかもしれないね、今恥ずかしい。こちら、こちらはなんとででーん、誕生日メッセージのこうカードでございまして、いつも応援してくれてる皆様から連名で送ってくれまして、この皆さんで T シャツも作ってくれました。ありがとうございます。こちら、どっさり入ってるイカせんべい、そしてしじみラーメン、煮干しラーメン、美味しそうじゃない。そして僕も大好きスタミナ源たれのソフト、さらにスタミナ源たれの塩焼きのタレ、ありがとうございます。こちら、焼き塩レモン、美味しそう。焼きエビラー油、変わった調味料、ひよっこの木だよりというゼリー、美味しそう、ありがとうございます。こちら、ディズニーのミッキーの形のキャンディー、 B のスティック、いじってきちゃいましたね。メープルシロップですって、すごいおしゃれな瓶の、そして素敵な服が入っておりました、ありがとうございます。こちら、組み立て簡単クラフトパッケージの沖縄美ら海水族館のミニ羊羹ですって、すごいかわいい、ありがとうございます。こちら、ハイジーさんのかわゆいお姫様へ、あ、プリキュアじゃないですか。リボン、リボンが入ってまして、プリキュアのキラキラウォッチ、これ娘に開けさせてあげたいから、キラキラウォッチと最後後ろに落書き帳も入っております。ありがとうございます、絶対喜ぶ。明太子ふりかけ、美味しそうですよね。そのまま食べる大豆粉、タンパク質、食物繊維たっぷりの牛乳ヨーグルトに入れて食べたりできるというやつ、これ僕リピートしたいんですけど、早くも食べてないけど、まだ一世の海苔佃煮全部美味しそう、お腹空いてきちゃった、ありがとうございます。こちら、すごいずっしりなんですけれども、はずき、え、はずきラージって書かれてますが、はずきルーペ、本当にはずきルーペ、はずきルーペが入ってました、ありがとうございます。こちらはワイヤレスコントローラー、 PC でマインクラフトをやるときに使えるワイヤレスコントローラーだって。 XBOX のプレイ&チャージキット、 XBOX を持ってないからあれなんですけれども、まずこれも XBOX のやつ、あ、これも XBOX のやつだ、本体ないけど、こちらは XBOX の縦置きスタンドだ、すんごい便利だ、縦で置けるやつだ、本体ないけどね。そしてこちらが三つ星グルメプレミアム、猫ちゃんの高級なキャットフードってことなのでしょうか、猫飼ってないけどね。そしてこちら、国産鶏ささみ限定、鶏ささみ細切り、これ美味しそうなおつまみだよね。でこれも噛んで美味しい鶏ささみガム、あれ犬の餌なんですけど、犬飼ってないから、これは何なのよ、どういうことよ。別にこれに関しては、いや、うち大学生いないわとかツッコミ入らないよ、便利であったらあったで。でこちらが、だから何これワイヤレスアダプターって、これ XBOX 持ってる人だったらさっきからすんごい欲しいやつばっかなんじゃない、もしかして。で最後になりますが、だから XBOX のドラゴンボールファイターズ Z じゃん、でマイクラじゃないんかい、ありがとうございます。こちら、プレミアムメンベチーズ、こういうお菓子ですね。さらにトマトバジル、レモンハーブ、枝豆、なんかすごくおしゃれなパッケージングの美味しそうなやつ、すっごい美味しそう。スモアっていうすんごい美味しそうな焼き菓子。そしてこちらがエコショー、これ何、アレクサと連動してる 5.5 インチスクリーンのエコショー。アレクサがなきゃ連動できないやつかな、逆に言うと。アレクサも持ってないですけれども、ありがとうございます。こちら、リュックサック、すごい大きい、いっぱいありそうなやつ。そしてめちゃくちゃ辛いカップ焼きそばに激辛スパイスもつけてくれておりますが、さらに台湾カレーメンチも辛いもの尽くし、
ありがとうございます。こちら。いやもういきなりいきなり入ってた。いきなりビンゴカードの外れのやつ入れなくて大丈夫だから。麦わら帽子、これ夏っぽくていいんじゃない。でだからいいから、このネキトロフトさんのフリーペーパーもいいから。毎回何人かこのボケかぶってるから、なんでみんなかぶってること楽しんでんのよ。こちらは奥様用って書かれておりますが、撫でるだけの贅沢洗顔、汚れをかき出すって書いてありますけども、僕も欲しいんですけど。ああこれはもう娘大喜びだ。変身しちゃうのかな、これでいっぱい変身するのかな、そのために僕がうわーってやられちゃうのかな。これはいい。そしてこちらが激辛かける5ビーフカレー、悪魔のカレーという恐ろしいものが入ってます。こっからのこれ、ホッチキスの芯はもううちにいっぱいあるから大丈夫ですから。そしてこちらは赤白棒、なんで赤白棒が入ってるんだって思ったら、顎紐っていうここの文章の顎に引かれたのかな。ありがとうございます。こちら。これはこれはこれはめちゃくちゃでかいおせんべい、りょうさんめんこ焼き、りょうさんサブレ、そしてこちらは服ですね。ありがとうございます。こちらめちゃくちゃいっぱい入ってる感じがしますけども、こんな空気のプチプチの一個一個の粒が大きいやつ初めて見ましたけども、こんな丁寧に扱われている中に割れ物でもなくカプセルじゃん、もうシャクレルプラネットじゃん。絶対にこうなってくると、これ動物じゃなくてシャクレル貞子だ。これさすがに初めてだ。寒い時に顎にかぶせてあげてください。ハイジーさんじゃないよ、靴下顎にかぶせらんないよ、そこまで長くないよ、ここくらいしか入んないよ、やらないけど別に。こちらは帽子、八王子の帽子、紅生姜牛丼風味のベビースター、珍しいね。プリンセスのコップ、これ娘向けですね。ペロペロキャンディ、アソート渦巻き、ハイジーさんへ顎にかけてみてくださいじゃないよ。何これは、すんごいちょけてるビールのメガネなんですけれども、顎にかかんないよ別に。チャーシュー作るときに顎を縛ってから作ってくださいね、ハイジーさん。だからこの紐を顎縛るのに使っちゃったらチャーシュー作れなくなっちゃうから。金魚すくいのグッズは今娘大喜び、100万円のど自慢大会優勝おめでとうございますって言って100万円。さすがに現金をいただくわけにはいかないんですけれども、そうですね、まあおもちゃでしょ。こちらはタオル、ワンピースのタオル、次回の発表会のビンゴ大会にお役立てくださいというわけで、ビンゴカード50枚入りありがとうございます。本当に使っちゃおうかな。ホイール折り紙、これ金とか銀とかキラキラのしか入ってないやつだ。そしていつものですと書かれておりまして、そうです、多分コロコロコミックの付録なんですよ。だからうちは家族構成、僕奥さん4歳の娘、コロコロコミックのターゲットから漏れてますから、誰一人ピンポイントいませんからってことなんです。だからもしかしたらこれとかすごくいいやつかもしれませんけども、うちにあっても価値が発揮されないから。そんで何これ、スーパーかなんかのお買い物のレシートなんですけれども、ピッぴったり7777円でお買い物してんの、天才じゃない？これ狙ってやってんのかな？アタック25優勝おめでとうございます。だから優勝してないね、さっきもそうだけど。なんでスリッパなの？アタック25優勝してなんでスリッパなのか分かりませんけれども、使い勝手は絶対いいよね。服ですね。サンリオのやつで開けて読んでください、すぐにって書いてあります。シナモロールで、顎動画いつも楽しく見てます、もっと顎をアップにしていただけると助かります、老眼でよく見えないのでじゃないよ、別にここ主役じゃないからここ見る必要ないのよ。ありがとうございます。最後はこちら、ペヤング焼きそば沖縄ゴーヤマックス、ペヤング焼きそばソース超大盛り。待って、なんで僕これどっかで言いましたっけ。これ今うちの娘がドハマりしてるやつでございまして、ディズニーキャラとかポケモンのキャラとか作れるの、サンリオバージョンまたすんごい嬉しい。最後はこちらでございます、セルフローラー、これは脂肪のある部分をマッサージして脂肪を散らすってことなのでしょうか。
ありがとうございます。というわけで今回もたくさんの差し入れ本当に本当にありがとうございます。それでは最後にあれ言ってみましょう。ハイジーファッションショー。